同じ職場で出会って結婚した人は、マザコン実家大好きな人だった。結婚してから発覚し、子供が一人生まれ、二人生まれても育児はしないわ。職もコロコロ変えてしまう。一緒に働いてた頃は職を変えることなく働いていたのに、私が働かなければ食べていけなくなり、子供を保育園に入れようとすると、義実家と旦那でもう反対。孫にも甘く息子にも甘く、私が長男を産んだ時はお父さんの母が、後取り産んでくれてありがとう。でかした。透過しな雰囲気。そんな旦那に嫌気をさし、実家に帰って3ヶ月して戻ったら、女を連れ込み浮気をしていた。そしてその女に本気だと。では離婚しましょうと話を進めれば、嫌だと。義実家にその親戚まで集められ、浮気は男の解消。金がなければお前が働け。どうしても離婚したけや、長男はこっちが引き取る。そして私の実家に親戚一同から嫌味などの電話攻撃。今日勝手に離婚届出してきました。結婚前に。幸せにする自信がある。不満があればこれを勝手に出して。と渡された離婚届。旦那からの最高のプレゼントでした。離婚届出して、そのまま携帯変えたし荷物もすべて運んだし今から家とおさらば、記念書きこ。おつ、幸せになれよ。この旦那じゃ養育費払いそうもないしね。スパッと切って正解だね。グッジョブ。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。